アン、APG-63 は、アメリカ合衆国のヒューズ社が開発したレーダー。アン、APG-63 は、マクドネルダグラス社が開発したカイ -15 に搭載するために開発された。レーダー本体は、多モードのパルスドップラーレーダーで、パイロット一人での操作が可能な下記の機能を持つと、同時に、列線交換ユニットの採用などにより信頼性は、極めて高く、 アン、APG-631 の平均故障間隔は120時間以上とされている。しかし配備当初はユニット自体の寿命が短く平均故障間隔は15時間であった。1979年にはカイ、A-18 に搭載されているアン、APG-65 から技術のフィードバックを受け以下の改良が施された。この改修は 既存機に対しても行われている。以下のレーダーモードを備える。AN APG-63 の信頼性を高め、容易にメンテナンスができる要塞設計したもの。製造コストを削減するために、モジュールの多くは AN APG-73 と共通で、コンピュータとプロセッサの85%は、回 -14 の AN APG-71 レーダーと共通である。 アン、APG-63 の空対地モードを大幅に強化し、合成回向レーダー、低飛探知、グランドマッピングなどのレーダーモードを追加している。合成回向レーダーモードでは、150km、先の目標を解像度 18m、74km なら、解像度 5.2m のデジタル地図の作成が可能で、空対空目標への探知距離は、 約 300km まで延長されている。処理装置の速度は、AN APG-63 の3倍となり、PSP のメモリー容量も10倍に拡張された。また、送信機や受信機、自己診断装置なども新型へ更新されている。回 -15E に搭載。回 -15C も無シップにより搭載している。派生型として、 グランドマッピングモードを削除したダウングレード型の案 APG-70S があり、回 -15S に搭載されている。イスラエルの F-15I の案 APG-70 についてもドップラービームシャープ、マッピング、合成開口のモードの解像度が1、3に低下させられている。2001年3月から装備が開始された改良型で、案、 APG-63 にアン、APG-70 の技術をフィードバックして再設計したもの。探知距離の延伸、電波妨害への対処能力の向上を実現し、より射程の長い空対空ミサイルの搭載が可能となった。パフォーマンスと信頼性は10倍増加し、平均故障間隔は120時間となった。NCTR もより高精度となったほか、14、 目標を追尾し、6目標を攻撃することが可能となった。ス -15K に搭載されたものには、AN-APG-70 と同様のレーダーモードの、他地上移動目標捜索、地上移動目標追跡モードが新たに追加されている。AN-APG-631 のフロントエンド部の機械式平面アンテナを電子操作式に変更した AESA レーダー。 アンテナには約1500個の送受信モジュールを備える。1999年アラスカ州エルメンドルフ空軍基地に所属するアメリカ空軍第3航空団配備の F-15C-D に導入され、2000年には、しかし本機は高価であり、重量も多く信頼性も低かったためほとんど試験的に運用が行われているのみとなっている。そのため、 本機の生産は停止され、信頼性の向上、軽量化などの改良を施した APG-633 の生産へ移行した。APG-633 前日の案、APG-632 の改良型。軽量化のためフロントエンドの電子操作式アンテナを、k A-18E、Kai、e、が装備する案。 APG-79 のアンテナの改良型に変更し、電源部を大型化、出力の向上を図ったものを APG-631 のバックエンドと組み合わせている。制御ソフトは、アン、APG-632 のものをベースに改良したものを使用している。アン、APG-79 の技術がフィードバックされており、育成無能力の向上。 信頼性、安定性の向上などの改良が行われている。可動部がなくなったことにより、平均故障間隔は500時間となった。回 -15SG にも搭載されているが、操作能力が落とされている。アン、APG-82 は回 -15E のレーダー近代化プログラムで使用されるレーダーである。APG-633 のバックエンド部をアン。 APG-79 と同様のものに変更して処理能力を向上させている。既存のコンポーネントを流用することで短期間で開発ができた上、新規開発コストを大幅に低減することができた。APG-821 は新型の冷却システムと電子妨害化でも正常にレーダーを動作させるための装置である無線周波数可変フィルターを備えており、 これにより射程拡大、目標同時追跡能力、処理時間の短縮、解像度の強化などが図られている。また、空対空と空対地モードの同時使用も可能である。当初の名前は、アン、APG-634 であったが、2009年に APG-821 と改名された。2014年7月17日、最初の搭載機が受領された。 アン ?APG-70 をベースに AC-130 有用として開発されたレーダー。近代化されたジンバルスキームによるプルナーアレイアンテナ、アップグレードされたアナログシグナルプロセッサユニットを使用、強化されたいくつかの新しい空対地モードを内蔵している。ありがとうございます。